元織長吉月4日から1945年10月14日は、日本の男性同様作曲家。晩年は長与と称した。十五夜お月参加費1885年東京府、下役御地町に生まれる。国学者として、著名な元織のり長の和歌山学徒を六代目にあたる。生後一年で母と死別。養子であった父が絵を出たため、やはり国学者であった。 祖父、元織と余界に育てられる。祖父の期待に反して、音楽家を志すようになり、1902年、東京音楽学校予科に入学。コーダノベ、アンナレール、ラファエル・フォン・ケーベルにピアノを指示した。1908年東京音楽学校本科を主席で、卒業、日本の伝統音楽の調査員補助として母校に残る。なお、同期に、やはり作曲家となる。 山田耕作がいる。1909年器学部のピアノ授業補助。翌1910年にはピアノ科助教授となり、ピアニストを志すが、1915年の脳一血の後遺症による右手指の障害で断念。この時の教え子に中山新平や広田隆太郎がいる。1918年、木更記者を結成。この木更記者で、 元織長代の作品を独唱したのが美しいテノールの音色を持つバリトン歌手藤山一郎である。また元織長代は宮城道夫や吉田政夫らの新日本音楽運動に参加洋楽と邦楽の融合を模索した。折から鈴木美恵吉による児童雑誌赤い鳥が創刊され従来の昇華に代わる童謡と呼ばれる新しい歌が人気を博していた。 これに講し1920年、中山新平の紹介によって、斉藤幸次郎による児童雑誌、金の船より希望図を発表。同年、新日本音楽大演奏会で発表した十五夜、お月さんは長女緑の歌によって一躍有名となり、以後、野口宇城等と組んで次々に同様を発表する。その後、次女きみ子等と共に、 日本各地で講演を行った。1923年関東大震災により、甚大な被害が発生すると、日系米国人を中心に、多くの援助物資が送られた。その返礼として、日本音楽の演奏旅行が企画され、元織永長読む二人の娘と共に参加し、アメリカ合衆国各地で講演を行った。1945年廃園により死去。 東京都目黒区の天台州、多岐泉寺境内には、近隣に居住していた元織長井を,を記念して、十五夜お月さんの火碑が建てられている。など、ありがとうございます。